というわけで続きやっていきたいと思います。前回は予想できない展開でしたね。終わった後か。視点が変わったんだな。あのおっさんも。なるほど。さっきまで殺そうとしてた相手なのにな。なんか少女のような顔になっている。恋してしまったのか。はてな。一体何者だ。車輪。車椅子か。でかいな。あなたたちは。青池会のお身内の方ですか？ああ、そうだがよ。俺らに何の用だい、姉ちゃん。危ねえぞ。なんでそんな余裕なんだ？
何？え？仕込み銃？貴様、どこの者だ？ヒットマンか。え？義手。50キロって車じゃん。義手だ。ああ、血の匂い。あの人にも届けたいわ。お、目が。だるま女。お、俺はここでさっきのおさんと酒盛りしてただけなんだからな。殺さねえでくれよ。ビリケンさん、何も見てねえしよ。サツは嫌いだし、あんたのことは喋らねえから。無理だろう。心配はいらなくてよ。私が殺すのはあの人のいる場所の人たちだけだから。誰のこと言ってんだろう。さあ、私はこの町に帰ってきたわ。今度は私があなたから奪う番よ。手切られた相手ってこと？ってことは何だろう、ヤクザ関係の人だったのかな。サディスト。I'm not afraid.
バイバイ。また歌舞伎町でね。